技術の力アドバンストテックショー2023は2022年4月にソフトバンクの研究組織として新たにスタートした先端技術研究所がお届けする先端技術の今と未来を体感できる技術展です。先端技術研究所が取り組む6つの技術の展示エリアと世の中を前進させるための技術の力を考えるトークセッションを起点に、さまざまな先端技術の現在地とソフトバンクが描くビジョンを体感していただける2日間となっております。なお2日間の全トークセッションは Zoom によりオンラインでライブ配信をさせていただきます。皆様2日間どうぞよろしくお願いいたします。それでは開幕に先立ちまして、代表取締役社長執行役員兼 CEO 宮川純一よりビデオメッセージが届いております。皆様スクリーンにご注目ください。本日は技術の力アドバンストテックショー2023にお越しいただきまして誠にありがとうございます。昨年4月に社長直轄のプロジェクトとしまして先端技術研究所を作りました。新規の技術をただ研究を行うということだけではなく、我々の社会に山積みされる社会課題に対してテクノロジーでこれらを解決していくことを期待し、日々研究に取り組んでおります。ソフトバンクは通信を超えてビヨンドキャリア戦略のもと、さまざまな領域での技術開発を進め、デジタルプラットフォーマーとして日本社会の高度化を目指しています。2日間のイベントを通じて、ぜひ我々が思い描く未来の社会をご体験いただき、ご一緒に新しい時代を作っていけることを楽しみにしております。2日間大いに楽しんでいってください。宮川社長ありがとうございました。続きまして、ソフトバンク株式会社先端技術研究所所長脇川隆二よりご挨拶を申し上げます。それではよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この日本中がですね、野球に沸いてる中来ていただいて本当にありがとうございます。こんなタイミングでですね、このイベントが開催されるとは思っておりませんでして、今のところ3対1で勝っておりますので、この流れのまま行っていただければと思うんですが、野球はさておき、ちょっと一旦ですね、我々の今日先端技術研究所として、ね、初めてこのオープンハウスということをやらせていただきます。技術の力というタイトルをつけております。で、今回のオープンハウスはですね、セッションだけではなくてですね、成果ということでポスターをいろいろ貼らせていただいております。で、その前にはですね、我々の研究員が立っておりますので、ソフトバンクなかなかこういう形でのデモとかで展示ってやったことないんですが、研究員が その場にいますので、どんどん捕まえてですね、いろいろな話を聞き出していただければなと思います。で、ソフトバンクって聞いたときに皆さんどういう印象を持たれるかなんですが、あんまり技術的なイメージってないかなと思います。どちらかというと営業であるとかですね、営業が強い会社、それから最近ですと会長がやられているようなビジョンファンドみたいな投資であるとかですね、そういうようなところが多いのかなと思います。ただ一方でソフトバンク経験もですね、これまでにさまざまな技術の挑戦でやっていたんですね。ADSL は導入というところでしたが、タイムディビジョン LT、 自分割の LT もいち早く、ソフトバンクが導入しています。こういち早くというのは世界的にもですね、一番早く導入してますし、このフィックスワイヤレスアクセス、固定を無線で使うみたいなところも我々かなり早くから取り組んでおります。で、やっぱりソフトバンクっていうのはですね、なんといってもですね、この技術をやっぱりサービスまで消化するっていうところがやっぱりこの会社の特徴だと思ってます。ヤフービビ、相当前ですが、TDLT ですとキャパシティを作ったことによってギガモンスターみたいな大容量プランを作ったりとかですね、
フィクストワイヤレスアクセスに関してはあのエアみたいな商材もいち早く、皆様にお届けできているのかなと思ってます。ということでですね、ソフトバンクは今まで事業の中でこういう技術開発をやっていて、まあ、我々の目的は事業化であるとかサービスですので、あんまりこの技術のバックグラウンドっていうところには触れてこなかったんですね。ここにはないですが、2016年にあのマッシブ MIMO みたいなのも世界初で導入しております。まあ、これら 5G の基礎になるような技術っていうのはかなりソフトバンクは前々からやっていたということになります。で、今回あのソフトバンクの先端技術研究所ということで R&D がようやくこの会社にできました。で、あの中長期見据えてですね、あの社長直轄の部署でやらせていただいております。あの宮川はもともと CTO を長年やってですね、いろんな技術開発を支えてきた。で、今は佃 CTO のもとでテクノロジーユニットっていう統括がありまして、ここには数千名のですね、エンジニアがいて、日々ネットワークの構築運用をやっております。それから技術開発もこの中でもやっております。一方で技術研究所は昨年4月に設立して、まあ、このソフトバンクの未来を語っていくと、技術でビジョンを語っていくということで、ビヨンドキャリアも含めてですね、通信に限らずいろんな領域での先端技術開発っていうのを今やり始めているところでございます。研究所としては1年目なんですが、メンバーとしてはですね、テクノロジーユニットの中でこの先端技術研究っていうのを長年やらせていただいておりました。まあ、5G が展開する前はですね、 5GIoT スタジオとかですね、インキュベーション的なプログラムを走らせたり、まあ、GeForce Now みたいなあのゲーミングサービスも最初の検証をやったりとかですね。あとはあのこの部署はですね、あの我々のメンバーはその研究開発っていった時に技術開発だけではなくて、例えばトヨタ様とのモネーテクノロジーズ、自動運転車両の運行会社として作ったんですが、まあ、こういうようなサービス会社を作ったり、ハップスモバイル、まあ、成層圏のプラットフォームですが、これもあの事業化する中でですね、会社を作って、実際に成層圏プラットフォームを持ち上げて検証完了したいということをやっております。まあ、あの最新の技術研究というのは今日この会場で皆さんにあのご覧いただけるかなと思います。 5G、6G においてはですね、2年前に実はこういうような12の挑戦ということで、我々が取り組む課題というのも簡単に3つの挑戦という分類に分けてですね、ご説明させていただいております。まあ、今日この一部もですね、この展示の中にありますので、ぜひいろいろあの探っていただければなと思います。というように、まあ、こういうような研究所としてやってきたんですが、ここでですね、あの研究所のコンセプト1年目ということで、本部から研究所に変わって何が変わったのかっていうのを少し動画にしてますのでご覧ください。ソフトバンク先端技術研究所、私たちが目指しているのは先端を走り社会に変化を促す存在になること。だからこそ先端技術の開発だけでなく、早期社会実装のために日々研究を行っています。 5G の高度化や、さらにその先の 6G 技術の実現に向け、さまざまな研究開発を行っています。超高速な通信の実現を目指すテラヘルツ通信や光無線通信の実用化研究を行ったり、AI on 5G ラボを開設し、 5G と AI 技術の融合を進めています。成層圏からの通信サービスの提供を目指すハップス分野では、成層圏を飛行する固定翼型のハップスから地上への LTE 通信を世界で初めて成功させました。ドローンとハップスへの活用を出口の一つとして、ソフトバンク次世代電池ラボを設立し、軽量でエネルギー密度の高い次世代電池の研究開発を行っています。次世代の社会インフラである自動運転サービス、自動運転の運行業務の自動化を目指し、自動運転走行に必要な地図作成や運用管理など、自動運転の社会実装に必要なあらゆる面での研究や実証実験を行っています。その他にもさまざまな先端技術をデジタルツインやアート、スポーツなどの新世代のコンテンツへ応用する研究開発、来たる量子コンピューター時代におけるより便利で安全な社会の実現のために量子技術を活用する研究、さらにはこれらの先端技術を使った
新規事業の企画なども行っています。私たちはこれからも技術で社会をいい方に変える活性因子として、今までの当たり前を打破し、次の当たり前を開拓する研究を続けていきます。はい、ということでですね、まあ、このアクティベーターズって書いてあります、まあ、アクティベーションするということで、まあ、いろんなですね、技術を使って世の中にこういう新しいサービスを作っていきたいということで、まあ、我々技術は羅針盤と捉えてですね、新しい技術に裏付けられた新しい事業を作っていきたいなと考えてます。なかなかですね、今の世の中研究開発って言っても難しいんですね。新しいことをやるのが難しい時代になってます。やっぱり情報の流通スピードが速くなってですね、新しいアイデア考えても誰かが同じことを考えてると先に取り組まれてしまうという時代ですので、特に我々としてはその研究開発の技術を作るところを目的にせずにですね、やはりソフトバンクという事業会社として事業開発をするための、まあ、その軸としての技術ですね。ということで、まあ、我々ここに分類が出てますが、右上ですね、役に立つ応用研究ということで、まあ、どちらかというとイノベーションとかエンジニアリング的なところにフォーカスを置いて今研究開発をやっています。なので論文を書くための研究ではなくてですね、やっぱり事業であるとかサービス、皆様 の, 世界社会にですね、役立つような研究をやっていこうというふうに考えています。で、あとはですね、研究サイクルも、まあ、大体通常ですと10年ぐらいかけるような長期的な研究もいろいろやられてきました。ただ我々はですね、このスピードが速い時代においてですね、研究サイクルも約3年ぐらいで、まあ、3年ぐらい先を見据えて繰り返していくというような短期型でやっています。なんで失敗もどんどんしていこうということで、失敗をすることによって、まあ、次の研究テーマになるということで、まあ、このような短期型のサイクルで回しております。それから我々はですね、全部を自前でやる組織ではありません。ビジネスもそうですが、競争する中でやっぱり新しい事業を作っていくという、まあ、このトレンドと同じようにですね、研究開発も大学研究機関には基礎研究をお願いして、まあ、そことのコラボレーションで基礎研究のところをカバーしたりとかですね、企業によるやっぱ先進性、専門性っていうところをやっぱり組ましていただいて、新しいことを作っていくと、まあ、今回の展示でもですね、慶応大学であるとか東京大学、それからホンダであるとかですね、いろんな企業様との取り組みもご紹介させていただいております。今回の展示はですね、このような6カテゴリーが、主になっています。まあ、いくつか我々の活動の一部を今回共有させていただいております。自動運転はですね、実際に車両もこの周りを走ってますので、後でぜひ見ていただきたいなと思います。我々のメンバーがですね、一生懸命説明しますので、聞いていただきたいと思います。それからですね、一部の成果に関してはこの時間の中では紹介できないところはですね、ホームページを新しく作りましてですね、そちらにホワイトペーパーであるとかメンバーの紹介、だいぶいろんなコンテンツを拡充しております。これからソフトバンクの研究開発もですね、どんどん、まあ、アピールをしていこうということで、まあ、こういうようなホームページも立ち上げてますので、ぜひ参考にいただければなと思います。ということでですね、まあ、我々がお届けする最新技術をぜひ楽しんでいただければと思っております。以上となります。ありがとうございました。